神戸教育短期大学は、兵庫県神戸市長田区西山町2-3-3に、本部を置く日本の私立大学である。1965年に設置された、キャンパス専門学科学科の変遷専攻科別科取得資格について、資格教職家庭付属機関出身者神戸、学院大学法科大学院学者として、使用されていた敷地と校舎を、学校法人宿側学院が購入して、 本校のキャンパスとして利用している。さらに以前には神戸学院女子短期大学第2キャンパスとして使用されていた。宿川学院短期大学時代中学校、高等学校が使用していた部分も含めた旧キャンパスは2019年4月以降は神戸学院大学が使用している。宿川学院短期大学としてポートアイランドに所在した当時は お愛語大学新連携協定に加わり、それぞれの大学で開かれている講義を、所属大学の単位として認定。また合同講義や、施設の相互利用をはじめ、クラブサークル活動の交流なども展開していた。長田区への移転後も継続しているかどうかは不明。ABCDEFGHI 学生募集は2010年、入学生で最終。 ABC 学生募集は2006年入学生で最終。AB2008 年3月31日付で正式廃止。AB2008 年9月30日付で正式廃止。栄養士、食生活の各コースがあった。児童教育学科の2年間で保育士資格が取得できるようになったため2012年度で終了。a b c d 出典 全国学校総欄昭和41年度版36ページより、昭和42年度版39ページより、昭和43年度版40ページより、昭和47年度版43ページより、AB 平成23年度、全国短期大学高等専門学校一覧150から151ページ、宿川学院短期大学の校より、宿川から神戸へ、 そして、未来へ。二千十九年四月一日、宿川学院短期大学は、神戸教育短期大学に二千十八年十二月二十日閲覧、宿川学院短大が、神戸教育短期大学に移転に合わせ校名変更二千十八年十二月二十日、閲覧 a b c d e 九百九十九年度、受験用、全国短期大学案内 p 四百七十五。ハット AB、宿川学院。 コアの学者神戸学院購入、活用へ。神戸新聞。https://www.kob-np.co.jp e スラッシュニューススラッシュ sougou スラッシュ2018-07スラッシュ0 0 1 4 5 5 4 3 9 s h t m l 2 0 1 9年4月19日閲覧 宿川学院短期大学ウェブサイトの2011年度実績より、宿川学院短期大学付属幼稚園2019年4月13日、閲覧私立幼稚園、認定子ども園について、ありがとうございます。